タクボッチお疲れ様です。タクボッチの高連丸を使ってトラックのパーツをちょっとタクボッチに教えてもらってみたみたいな動画を撮ろうと思ってるんですけど、再確認、そう全然覚えられてないところたくさんあるから、ではまず使わせてもらいたいと思うんですけど、下これなんだっけな、待ってね、マーシャルのなんだっけ、角ホグっていうか、ホグですね、角ホグ、あ、角ホグっていうんですね、959のマーシャルのこう、あー、おー、そういう風に細かくなってくるほど分かんなくなってくるな。あ、そうなんだ、はい、へー、当時物って言ったらやっぱりなんか、まあ、レアだからちょっと高い感じになるのかな。あ、そうですね、だよね。でこれがナンバー枠みたいな、これは普通の純正のやつか、はい、あ、でここに枠があったらナンバー枠とかいうのはね、あんまりつけたんけど、うん、ちゃいましたね、いろいろあると思うけど、今一瞬変わったのが思ったのがさ、はい、眉毛変わったよね。眉毛ですか、うん、いや、ちょくちょく、いや、わかんないです。こちらが塗装のバスマークで、こちらが、名刺板じゃない、フロントスクリーン、ごめんなさい、これは黒金看板って言いますね、白金製の、これはその白金社さんの看板の貸してもらって、石巻白金社さん、はい、で、この上のやつはこっちがサーモキングっていう冷凍機の看板の、あ、で、あちらがアンドンですね、あれ違うな、中アンドン、違うな、なんだっけ、ワンマントです。ワンマント全然違う。違うと変わってるものって言ったら何だろう。これミラーとかも変わってないか。純正です。純正だよね。これ自分で動画見直して確認しないと、はい、どんどん忘れるわ。いや、何回も確認します。あ、ミラー。あ、これは純正じゃないですね、うん。あ、こちら高速ミラーっていうかハイウェイミラーって言ったり。す。すごい星マークの、鱗の、バイザーがついてるみたいな感じですかね。そうです。あ、そうだ。これが最違うな。これフェンダーの。あ、フェンダー。下に鱗のプレートの、うん、貼ってあるんだけど、おー、で、こちらが寝台窓、窓はないから寝台のカバーっていう、呼べばいいですかね、これが寝台メッキで、寝台メッキか、丸先輩来ました。こっちはもう丸はしごって呼んじゃっていいですか、飾りはしご、キャブはしごで、これがホイール、ボルトがちょっと出てる、これ、あ、ナットキャップ、あ、ナットキャップだ、しかもこの内側のラメのやつがハブあ、ハブっていうのか、綺麗ですね。いつ洗車したんですか。洗車は昨日ちょろっとやって、一昨日もちょろっとやって、まあ、そうかそうか、いつものパターン、おー、いいっすね。で、星マーカーなんですけど、これはなんて読むんだ、こういうのサイド、サイドマーカー、サイドマーカーって言うんだ、裏面してます、え、あー、鱗になってる、隠れたところのこだわりも見せてるわけですね。で、これがサイドバンパーの丸パイプで、これが工具箱、あ、右側が、うん、あー、じゃあサブ、サブ道具箱みたいな、あ、そうですね、このままに、うん、これ横のところはなんて言ったらいいんだろう、横扉とか、横扉、はい、やべえ、これタクボッチに教わりながらやるやつ面白い。あ、そっか、冷凍車ならではの横ドアとかって言われるんだ、もうウィングじゃない、あ、そっかそっか、確かにロッカーレールって言うんけど、あ、これロッカーレールか、あ、それは冷凍車の高町の、あ、そうそうだよね、鱗貼ってます、これ大体みんな磨きのスキルとか、うん、あ、そういうことね、鱗貼ってもらいましたね、へえ、まあ、乗り換えた時に、うんうんうん、まあ、行って社長におねだりして、あ、おねだりして、あ、ということは機体社長に貼ってもらった、そうですね、ほう、これがフェンダーじゃねえや、なんでフェンダーでいいんでしたっけ、フェンダーで、フェンダーステンレスのフェンダーでいいんですか、そうですね、はい、で、こちらがスピンナーですよね、ベンツスピンナーっていうんですか、まあ、大体、はい、ベンツで大丈夫です、ベンツ、まあ、スピンナーの、まあ、ベンツ型、なんか一文字だったらなんか、うんうんうん、ピッチってなんか、あ、一文字だったりする、これはもう普通にベンツって呼んじゃっていいですか、これはベンツで、はい、ちょっと待って、え、これ前からそうだっけ、いやー、エアサスブラケットのホットキャップですね、うん、なんかすごいね、なんかちょっととんがってるよね、あ、ちょっと、そうですね、普通のアルミとかにかぶせるナッテキャップとはちょっと形が違います、ね、すげえ、そして丸先輩、おはようございます、おはようございます。お仕事帰りの丸先輩です、お疲れ様です、急にでも寝ないで、ええ、撮影やってます。ありがとうございます。マルテール、あ、お願いします。ええ、スカジーテール、あ、これスカジーテール、スカジーって何でしたっけ、あ、スカイラインの GTR、 あ、スカジーテールか、そういうことか、ただ、
テールつけるだけじゃなくて、はい、このテールボックスに格子をつけるのとこういうタイプになる、はい、こんな感じになるんだよっていうことで。でもこれも10人といるだもん、今言った通りですよね。いろんな人がいるから万人混じるってこと。万人混じる、うん、ほんと丸棒をただピッピッピッてやる人もいるし。はあ、そっか、ここに丸をつける人も、はい、あ、これメガネって言うんだ。うんうん、あ、そうなんだ。へえ。腰つけたいですって言ったら、はい、このような形になります。ああ、そうなんだ、そうなんだ。へえ。やることやれば、うんうんうん、それ相応に、それ相応に北井社長が、はい、いろいろ叶えてくれたりとか。へえ。俺みたいな、俺みたいな生意気だと。あ、ということは鱗がびっしりの感じを見れる。おお。そしてこれが何、フロントバンパーじゃない、リアバンパーですよね。リアバンパーのこれはなんて言うんだろう、これの、うん、まあ、これも同じスカイラインのやつなんですけど、ええ、まあ、同じように埋め込みタイプ、埋め込みタイプ、あ、埋め込みタイプって言え、スカイラインのこのメッキの部分を外したこのレンズだけの、うん、あー、タイプなんだ、埋め込みの。あ、これで今3、6、11になります。11連って言うんですね。で、こちらが象牙ですよね。象牙だったら水抜きホースとか言ったりします。象牙、あ、すごい。そういうのがいいっす。欲しいです。でもなんかコメントが入ってたね。俊太さん、なんで覚えてきましたそうなんですよ。いや、ちょっと嬉しかったです。で、こちらが泥除けですよね。あ、そうです。泥除けだったり、タレゴム。うん。タレゴム、泥除け。はい。いいっすね、タコボッチ。しかも、雅製の。はい。またタレゴムです。ああ、なんか雅製っていうのは位置づけ、まあ、あーですよね、はい、これが名刺版ですよね。名刺版です。よし。元々の、ね、はい、純正バンパーのこれ、うん、ロコもちゃんと貼ってくれる。あ、そっか、純正バンパーの外側につけてるんだ。これが純正バンパーで外側に鱗がついてる。そうです。うえー、道具箱が、これがもう、まあ、メインの道具箱って感じですかね。工具箱か、はい、はい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 。じゃあ冷凍車問わず、うん、大型車の日本車の、はい、これがついてる。はい、フェリーフックです。おー、はい、じゃあ、これは、マーカーじゃねえな、なんだっけこれ、反射灯だ。まあ反射灯でも間違いはないけど。あ、はい、まあ正式名称もいろいろあるけど、はい、まあリフレクターで、リフレクター、まあ、リフレクター、リフレクター名刺版とも言われ、あ、名刺版じゃねえや、リフレクター反射版、ね、うーん、いろいろ車検が絡むと、はい、ついてなきゃ困る。ああ、そうなんですね。このリフレクター反射板。これはエンジンカバーでいいんですか？冷凍機。あ、冷凍か。冷凍機カバーって呼べばいいですか？中に冷凍機の中に出されるこのエンジン。はいはいはい。あ、冷凍機のエンジン。冷凍車しかないやつ。はい。ああ。だから開けてもらえば分かる。はい。あれ開くの？で、この中。あ、ごめんなさい、開けてもらっちゃって。開けてもなんもないですけど、うん、まさか開けるかは。こんなことところ開けることあんまないよね。あるよ。あ、開けることある。ベルトが緩んだりして、ベルトとかが緩んだりしたら、あ、それを確認する。はいはい、あ、取らせてください。お、はい、開きました。おお。あーって感じですね。本当ほら、はい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 。あー、そういうことですね。まあオフのスイッチもここにあるんで。あー、あ、これでオフにしとけばもう冷凍車冷えない感じになってるの。あ、ここからできるのね。あれ、あー、あれ、ここからできるんですか。ここから見えるの。あ、あー、そうなんだ。そういうことですね。パーキングとかに止まってると、はい、うるせえよってなって、ええ、切るやつがいるんですよ。はあはあ、あ、あ、わざ、え、勝手に？勝手に。それやばくない？運送ですよね。やばい、やばいわそれ。それ荷物できなかった。ダメです。うわー、それやばくないマジで。朝おろして、うん、まあ、夜中中だから寝てるじゃないですか。うわー、え、ダメになって、じゃあその、え、犯人は、あ、わかんないのか。わかんないですね。うわ、やば。カーテン忘れちゃった。そうだ。最悪だ。うるさいから寝らんないから。はいはい、そんなに気づいたりしない。あー、これなんだ、クリーナーじゃないな、え、エアタンク。あ、これ、はい、タンクです。これは、あ、これも着ちゃって、工具箱じゃないの、え、なにこれ、え、バッテリーカバーなのか。あ、そっか、それこっちとメインと、あ、基本が後ろなんですね。前、サブのやつがちょっと前にありましたけど、うーん、これがバッテリーカバー。へー、本体ですね。
トラック自体のバッテリーの、はい、あ、トラック自体のバッテリー、はい、あ、ここ開ければショーだよ、はい、ここ開ければ、はい、気にしない開ければ今タクボッチがバッテリーがあるのそうですねマル先輩のレアのステッカーマル先輩10枚ぐらいしかつけてなかったそうそうそう、そうなんですねいいっすねドールとこれアジサイじゃないですかドールとアジサイあれ違うこれはこれなんですかうちの俺のうちのカモンあごめんなさい失礼しました源家あそうだったんですねうちの源家だろあ源家のこれカモンカモン源玉が鮮度だから源家源氏が鮮度だそうなんですねちょっと分かんないごめんなさい源頼朝いい源頼朝分かりますはい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 あの北条政子のはいということでタクボッチ高連丸をちょっとご紹介してもらいながら自分のトラックの部品の知識を深めさせてもらいましたタクボッチありがとうございましたお疲れ様でーすありがとうございます自分のタマロのブランドの T シャツも宣伝してくれてもらいますてか来てくれてます超嬉しいありがとうございますえ視聴者プレゼント視聴者プレゼントですこれプラちょっと待ってこれ挟まないと気持ちこれ後にしましょう、これ後にしましょうここ今なしではいということでじゃあありがとうございました